はいどうも、中志です。今日はハンダ付けのコツについて解説していきます。ハンダ付けを行うにはこのハンダゴテとこのハンダが必要です。先端はカットされたような形状を使ってます。温度も調整できるようになってます。こちらのハンダなんですけど、種類が2種類あります。鉛と鉛フリーのハンダです。おすすめなのは鉛フリーハンダで、こちらの方は温度が高くて溶けにくいんですけど、有害な鉛が入ってないのでこちらの方がおすすめです。銀色の鉄の部分とこちらのグリップに分かれてます。持つのはグリップの方ですね。間違えて熱いところ、鉄のところを持つと大やけどするので注意してください。間違えてもここを持たないようにしましょう。スポンジが入ってて、水で若干濡らしてます。今回は秋月電子さんのブレッドボードキットのハンダ付けを行っていきます。準備としてはまずこちらのスポンジを先に濡らしましょう。ハンダゴテのプラグをコンセントに差し込みます。今回ハンダ付けを行うのはこちらの基板です。黄色の部分にハンダを乗せていきます。ハンダ付けのコツは3つあります。 1. 部品の足や配線を温める。 2. ハンダゴテの先端を定期的にきれいにする。 3. 何度も同じところにハンダ付けをしない。 1. 部品の足や配線を温める。ハンダゴテは330度から350度ぐらいがいいと思います。ハンダをランドに流す前に部品の足や配線を温めましょう。温める時間は1秒から3秒ぐらいで十分だと思います。ハンダのベストな状態は富士山のような形です。長時間温めすぎるとランドが剥がれたり部品が溶けることもあるので十分注意してください。 2. ハンダゴテの先端を定期的にきれいにする。ハンダの中にはフラックスが入っています。フラックスが広がることでハンダが流れやすくなっています。しかし熱を加えすぎるとフラックスの状態が悪くなってハンダがぐちゃぐちゃになります。ハンダゴテの先端についているフラックスやハンダを定期的にきれいにして新鮮なハンダを基板につけるようにしましょう。 3. 何度も同じところにハンダ付けをしない。先ほど紹介したように何度もハンダ付けをするとハンダがぐちゃぐちゃになります。もしもハンダの量が少なかった場合は新しくハンダを継ぎ足しましょう。無事にハンダ付けが終了しました。このチャンネルでは電子工作の初心者向けに動画をアップしていきます。気に入った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。